トリニダードラピッド鉄道はトリニダードとバゴ共和国にて計画された旅客鉄道システムであるトリニダードラピッド鉄道向けに使用することが計画された2階建て客車の例2008年4月11日にトリニダード島において2つの新しい旅客鉄道路線の計画及び建設をするためにアルストムトランスポール社アルストム T&T シャブイグ建設及びラトップ 開発のトリニトレーン協会が政府によって選ばれたと発表された。WSP はルートに関して政府に助言している。2009年4月28日のパトリック・マニング首相との会談では、コルム・アン・ベールロード運輸省がナショナルインフラストラクチャーデベロップメントカンパニー、リミテッドによる詳細として、およそ36から39ヶ月後に最初の列車が首都で、 初公開されるとともに、トリニダードラピッド鉄道の建設が2010年中頃より開始されると述べている。2010年9月に、当プロジェクトが廃棄された。2015年に、ローリー博士新首相の政権下で、当プロジェクトが再始動された。悲しいことに、トリニダードトバゴの経済に影響を及ぼしている、石油価格の下落により、2016年に当プロジェクトが、 再び廃棄された。路線は、ウェストムワイングスからポートオブスペインを通ってセント、オーガスティンへ、セントオーガスティンからアリマへ、およびアリマからサングレグランデへ、そしてポートオブスペインからチャグアナスへ、およびチャグアナスからサンフェルナンドへの5つの区間で同時に建設する計画であった。政府に雇われたコンサルタントは、高価プラットフォームの建設用地の取得費用及び、 首都の内外を往来する列車に乗車するための乗り換えでの混雑のために、密かに鉄道獲得の大替案を調査していた。ありがとうございます。